はい、今回ですよ。初ですかね。いや、初じゃないよね。何度も出てるよね。このカードは初なんかな、わからない。かっけー、やーべえ、これ永遠に見てられる。これ無音でずっとこのまま流しとこうか。YouTube ライブで。バレかっこよくない？やばいよね。やばいよねって話だよね。やばいよね。かっけー、ブッフォン。これちょっとマジでかっこよくない？この絵面。これずっと見てられんねんけど。うん、イタリア国民全員、あとユベントスのティフォージも、全員チャンネル登録して。ブッフォンちゃんは何度も紹介してて、現在はイタリア代表のーコーディネーターと。まあ何でもやって感じかな。イタリア代表監督誰やったっけ？アスパレッティか。あ、そうや、もうこの夏にね、ユーロがあるんですね。夏っていうか来月やん。来月にもユーロやん。どこが優勝するやろ？まあフランスかな。フランスの一角でしょう。っていう感じで。まあ、イタリアも、まあ、ユーロには出るけど、別にその何かを成し遂げるようなチームじゃないよね。そもそももう。そんなレベルじゃないよね。だ今のイタリアやったら、ね、この前、ペルピエロも言ったよね。今のイタリアって日本でも勝てるよ、みたいな感じで。いや、俺もそう思うわ。プロ通算975試合。バケモンやな。これ代表の試合なしやからね。代表が何キャップ？代表が176。代表入れたら1000超えてるって。えぐくね、もうマジで。やばいよなぁ。こいつやっぱ唯一 PK が良かったからな。安定感はあったけど、爆発力のないタイプ。まあ日本代表で言うと、楢崎タイプかな。爆発力ないんだよな。安定感あるけどね。川島とか安定感ないけど、爆発力あるでしょ。PK とかめっちゃ強いでしょ。その爆発力がないんだよなぁ。そうなんだ。知らなかったね。はい。まあそんな感じでね。こいつのおかげで今年ユーロがあるってことを思い出しましたわ。またユーロの動画もね、出しましょう。